フレズノはアメリカ海軍の戦車用陸艦、ニューポート級戦車用陸艦の一隻。艦名はカリフォルニア州、フレズノ及びフレズノ軍にちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。フレズノは1967年12月16日にカリフォルニア州サンディエゴのナショナルスチールシップビルディング社で寄港した。1 9 6八年九月十八日に、 マリリン・ハイドによって、命名、浸水し、1969年11月22日に、艦長スタニスラス・ジェイソウィンスキー中佐の指揮下、収益した。太平洋艦隊揚陸部隊に配属されサンディエゴを母校にしたフレズノは、西海岸沿いでの通常の訓練と、西太平洋での拡張配備を交互に行った。任務は1990年まで継続した。ベトナム戦争時には、 多くの任務に従事した。退役後は、真珠湾の海軍予備役艦艇保管施設で保管された。フレズノは2009年にラシーンと共にペルーに売却される予定だった。しかし、2014年9月、グアム周辺海域で行われた勇敢な盾において、フレズノは標的艦として航空機や艦艇からの対艦攻撃を受けて沈没した。 フレズノはベトナム戦争の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。